まあまあ映画と即興芝居のコラボ企画っていう、まあちょっと一つのゆえの一つで、はい、今から我々が何の変哲もない普通のシーンをやります。でその普通のシーンをやった後に、映画のジャンルでこう なんていうんですかね、あのユリニャの携帯の中にいろんな映画の曲が入ってます、はいはい、でその曲に合ったような感じでもう一回今やったシーンをその映画のジャンルに沿ってリプレイをするっていうことをやってみたいなと思います。場所をもらって普通のシーンをやってからその映画バージョンに変えていきたいと思うんですけど、じゃあ、あの店員さん、はい、店員さん急に振っちゃってごめんなさいね。どういうの、はい、即興芝居見たことあります？あ、ないですよ。ないです、よかった。ありがとうございます、はい、場所を一ついただきたいと思います。はい、はい、じゃあ浅草。浅草、いいじゃないですか。浅草いいですね。では、まずは浅草のノーマルのシーンから、お届けしたいと思います。浅草のシーンです。3、2、1、アクション。ここが有名な雷門のあれです、あのマーテです。私あの浅草をご紹介して14年、私浅草尾でございます。はい、人力車というものがございます。あそこに乗ると浅草中を回ることができるんですね。はい、私ここに住んで20年なんです。はい、はい、15年。あ、あなたの方が先輩ですね。勉強不足でした。はい、ありがとうございました。はい、この今のシーンを我々映画バージョンっていうのでやりたいなと思うんですが、はい、で何の曲がかかるか我々も分かりません。シャッフルかけるんで、はい、iPhone のシャッフル機能で、はい、でその曲に沿って今のシーンをリプレイをするということでね、はい、やっていきたいなと思います。では、いきます。はい、おお、凍ってるわ。こんな寒波が来るなんて、いつもの浅草と違う。私は雪を操る王子。雪の王子。この浅草という街を全て凍らせたの私だ。なんてことしてくれるの。私はこの15年間ずっと浅草を雪の国にしたい、そういう夢を見てきた。浅草が大好きだから15年も思い続けた。私20年もこの時にいるけど、雪の国の時に一度もなかった。私の力不足。はい、そういうことか。はい、ありがとうございます。はい、はい、もう一本いきましたね、はい、まあ、今のは言わなくてもわかりますけどね。穴雪でしたからね。穴雪だったから、穴雪の最後のセリフなんだっけ、あの有名な少しも寒くないわ、少しも寒くないわ、そうそう、それを言いたかったんだけど出てこない。全然私は力不足って言います。力不足。じゃあ次のバージョンいきます。はい、あなたは今お祈りをしましたね。しました。お祈りしましたね。しました。呪われるんですか。今ここで流行っているあの最善の子の中にいる人を見たら死ぬってやつですね。そう、私はそのお賽銭の中に眠る金欲しい GG。 金欲しい、早く1万円よこせ。でかい、命には変えられないわよ。でもどんどん欲が出てくる。1万円をよこせ。怖いわよ、そんなに。もうやめて
はな、私はこの浅草という町が大好きで、この浅草という町を育ててきた。私のこの力でこの浅草を育ててきたんだ、15年間、私はここに20年住んでる。あんた、どこにいたの、その前は。うっそー。呪いの力に呪いですよ。これわかんないですね。これを言わずにもうかな。はい、貞子ですよ。リンゼ。貞子ですね。すねテクノポップみたいな。テクノポップみたいな。あと1個ぐらいね。そうですね。最後の1本。はい、いきます。最後の1本。なんかやりましょう。はい。同じだね。もう一回喋る。今まで人を殺して罪を犯してきた。でも私はこうやって神にこうやって毎日こうやってダンスをすることにより YouTuber になったのです。私はあなたにじゃあ私の持ってる手伝いさんをあげる。え、そのために手がよかった、よかった。私はお金を吸い込むことによって私は世界一のダンサーになるのよ。私はこの浅草で15年踊り続けてるわ。私はこの浅草で20年間スカウトをやってきた。スカウト？そう、あなたが今年の浅草サンバカーニバルのトリオ。本当に合格ありがとうございます。私頑張ります。知ってます？今の曲何の映画か。映画わかんない。え、わかります？え、見たことあ、惜しい、惜しいというか、なんだっけ、人を殺すって言ってたのは映画に基づいてる、映画に基づいてる。そう、そう、シカゴです。あ、シカゴ、シカゴ、米川涼子さんがね、あ、日本でもやってますね。そう、日本でリメイクしましたけれどもね。シカゴはあれですね、あの死刑になった女が刑務所で開花して開花しちゃって、新聞記者の人があれば、あの囚人が美人でやばいみたいなことになって、話題になった結果、有名な弁護士がついて、無罪になるんじゃないかみたいなところに上り詰めていくっていう女が2人もいるっていう話で、2人いるんだ。で、競い合ってるみたいな。なぜか人殺しをしたのに一目置かれるような。それこそキャバレーの女の人なのかな、舞台で有名な、有名とか有名じゃない舞台出てるんで、そこからのし上がっていくっていう話です。僕ミュージカルいろんな映画好きなんですけど、シカゴが一番大好きで、面白いよね、うん、曲がとにかくよく、すごくいいんですよ。だからね、なんかちょっと変わったミュージカルでね、普通はこう現実こう喋ってて突然歌い出すみたいなのが普通の映画じゃないですか、はい、でもシカゴは普通にやってたら途中でいきなり舞台っぽい画面に切り替わって舞台上の中で歌って踊るんですよ。で、それで現実面では普通に現実のシーンが展開されててっていう、ちょっと変わったミュージカル映画だった。飲み会がある方がミュージカル苦手って人は見やすいかもしれない。急に歌う違和感みたいになくて、ないです、ないです。こっからショーですよ、みたいな。ちゃんとね、ステージ上で照明付きで踊って歌ってくれるんで、なるほどね。ブロードウェイを見たかのような豪華さみたいな感じですよね。めっちゃ華やかだしね。華やかなんですよ、ね、リチャードギア、トランクス1枚で踊ったりしてなんでそう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 、よかったらシカゴを見に来てもらえたらなと思います。なんでこんなに嬉しいんですか。シカゴはね、全国のツタヤで100円で借りますはい。